伊庭太郎10月明治40年10月31日は、江戸時代末期から明治にかけての教育者、剣術家にして、政治家、星徹を殺害した、殺人犯である。幼名は、五日。嘉永4年、心形刀流、第8代、伊宗修行の4、男として、江戸に生まれる。元から通販し、兄、伊庭八郎が、母親戦争で戦死した後、 心形形な流9代目の義父、秀俊より10代目を受け継ぐ。明治維新後は、神戸大学校中退。東京市四谷区中町に、私塾、文友館を開き、小笠原おさの息子小笠原町政の家庭教師を、務める。徳川育英会幹事、東京農学校校長、四谷区に、日本貯蓄銀行等取、り、相談役などを歴任。 明治34年6月21日、前帝新大臣で政治家の星徹を公衆の面前で暗殺した。視察後、天下のためであると土歩を挙げて、持参した残感状なる書状を読み上げたという。無期時計となり、明治35年4月24日、小菅監獄に入国し、明治40年に胃がんのため病死した。東京都中野区沼袋提言時に、 伊庭総太郎の墓がある。養子に進撃俳優の伊庭隆がいる。ありがとうございます。